私の父さん、もともとはこの町で音楽やってたんだ。あ、うん、聞いたことある。有名な人だよね。そうそう。それでね、この町の仲間と一緒に3年くらい前にラッドウィーケンドっていうイベントを開いたの。それ伝説的なイベントだったっていう。うん、本当にすごかったんだ。会場中が一つになって、みんな声を出さずにいられないってくらい熱くなって、それであのイベントを超えようって夢ができて、今はチームのみんなで頑張ってる。最近は私たちも仲間と一緒にイベント開いてるんだ。この間なんかすっごくいいイベントができてさ、みんな本当にすごいんだよね。アキトはぐいぐいみんなを引っ張ってくれるし、トウヤはものすごくいい曲作っちゃうし、コハネは出会ってからずっと自慢の相棒。初めて聞いた時からコハネの歌はいつも私をドキドキさせてくれるんだ。確かに、シブフェスで歌うコハネを見た時は驚いたな。いつもとは雰囲気も違ったし。何年も歌ってるってわけじゃないのにすごいよね。びっくりしてる暇なんてないくらいの速さで成長してて、ほんとすごすぎるくらいだよ。この間のイベントも小羽は私もうかうかしてらんないってこと。それでなんかちょっと焦っちゃって、少しでも時間があるときはこうやって練習してるんだ。私絶対にラッドウィーケンドを超えたい。でも今はもう私一人の夢じゃない。コハネのみんなの隣で歌って、みんなと一緒に夢を叶えたいから。焦っちゃってか。白石さんくらい歌を歌える人でもそんな風に考えるんだ。白石さんは本当に強い気持ちで真剣に大事な人たちと一緒に最高の演奏をするために。それでライブの日にはきっと志保ちゃんの隣に並ぶから、そしたらみんなで手をつないでゴールしよう。昔みんなでやったかけっこみたいに。小羽のみんなの隣で歌って、みんなと一緒に夢を叶えたいから。それは私だって同じ気持ちだ。大事な人たちと一緒に夢を叶えたい、そう思う気持ちは私もよくわかるよ。私もみんなと一緒にプロになりたいから。日の森さん、私と一緒に音楽をやりたい、そう強く願って追いかけてくれる仲間がいるから私は頑張れてる。みんなが一緒にいてくれるおかげで、私たちはプロになる夢に近づけてると思う。みんなの気持ちや演奏が私に力をくれるから。だから白石さんも、白石さんのその思いは無駄じゃないと思う。きっとチームをもっと高いところに連れていく原動力の一つになるんじゃないかな。私の思いが？うん、私はそう思うよ。そうだといいな。ねえ白石さん、もしよかったら今度ワンマンでやる曲聴いてくれない？あ、どうしたの突然。さっきの白石さんの歌すごく響いたから、
もらいっぱなしは趣味じゃないし。変な理由だな。じゃあ聞かせてもらおうかな。サキが作ってくれた新曲をかけよう。みんなで作った練習用の音源はいつでも持ってる。この曲があれば一人で練習してても私は一人じゃない。私の演奏をいつもみんなが最高のものに変えてくれる。うん、アンプの調子も元通りだ。じゃあ始めるよ。すごく強い気持ちを込めて演奏してる。キレが良くて晴れ晴れした。いい音だな。本気で音楽と向き合ってる。人生かけても後悔しない。そのくらい信じて疑わない熱量で、迷いなんか少しもない。かっこいいな、日の森さん。ありがとう、日の森さん。なんか元気出てきた気がする。そっか、ならよかった。ねえ、もしよければもう一曲今度は一緒にやらない？え？一緒にってセッションってこと？うん、だってあんなにかっこいい音聞かされたらやっぱり合わせてみたいなって思うでしょ？どう？いいね。私も白石さんと合わせてみたかったし、やろっか。本当？やったそれじゃあ曲は